はようございます。2021年8月4日水曜日朝6時です。いやだいぶ落ち着きましたね。天気の方は晴れ、気温の方は26度、雨上がりでちょっとねなんかムシッというか、まあ、カラッとしてない感じですね。で波の方はセットで腹ぐらいまで落ちたかね。でまあちょっとタラタラ系な波ですね。まあでも形がいいやつもあるっちゃある。今日はもうロングなエリアとショートなエリアとちょっと分かれてる感じですね。でもないか。まあまあやれる波はありますね。
まあとりあえず今日はこんな感じです。まあちょっとタラタラな感じですけど、まあファンウェーブっちゃファンウェーブなのかな。でまだ潮がこれでもうちょっと下げる予定なんで、9時ぐらいが干潮ですね。なのでまだまだちょっとうねりのパワーはちょっとだいぶ弱まってますけど、まあ全然やれそうな感じですね。朝まだ風が吹くまでは。というわけでもう入ろう。というわけでいつもご覧いただいてありがとうございます。愛知代表石原潤も応援よろしくお願いします。あ、なんかそう、全日本なんか10月に延期になったってみたいですね。なんで、まあ、8月の盆明けに本当はあったんだよね確か。だけどまあそれが10月になったっぽいんで、まあまた、またですね。というわけでいつもご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。今朝も音畑修賀がお伝えしました。それではまた。